今回は円に内接する四角形の面積を一撃で出せるブラマガプタの公式を導出していこうと思います。このような図形に対して対角線を引き S1 と S2 に二分します。すると S1 はこのように表すことができて S2 はこのように表すことができます。角 A と角 C は対角ですから sin A と sin C は等しくなります。よって全体の面積 S は S1 プラス S2 であり sin A でまとめればこのように書けます。 sin 2乗プラス cos 2乗は1ですからこのように表せます。ルートがあると考えにくいので両辺を2乗してあげるとこのようになって余弦定理から BD の2乗は2通りに表せて A と C が対角であることから cos C はマイナス cos A となるので cos A について解くとこのように書けます。先ほどの式に代入するとこのように書くことができて気合を入れて計算するとこのようになります。 T をこのように置いてあげると S の2乗はこのような形になりこのようなシンプルな形になります。ルートをつけてあげるとブラーマグプタの公式が完成します。 D イコール0とするとヘロンの公式と一致していますね。今回の公式は無理に覚える必要性はありませんが導出過程が問われることもあるので何をやっているかは理解するようにしておいてください。